夜曲、パリ、大都会の歌は、フレデリック・ディー・リアスが1899年から1900年にかけて作曲した、還元楽のための夜奏曲。初演は1901年、ドイツのエルバーフェルトにおいて、この曲の検定先であるハンスハイムによって行われた。イギリス初演は1908年1月11日、リバプールで、トーマス・ビーチャムの式で行われている。 楽譜の初版は1909年にライプツィヒから出されている。決定版の送付はエリック・フェンビーとノーマン・デルマーによる編集作業を経てビーチャムの工程を加味したものが1980年代終盤に出版された。曲はディーリアスがパリに居住していた頃の記憶を下敷きにしているが内容はパリついての描写的な音楽というよりも むしろパリについての作曲者自身の印象が表現されている。フィリップ・ヘセルティンはその質について以下のように語っている。ディーリアスにとってパリとはアリノスを遠くから研究する昆虫学用に様々な人生の営みを客観的に研究する対象としての単なるフランスの一都市ではなく彼自身の魂の一部なのである。ディーリアスはパリに 特別な愛着を抱いていた。彼は1888年から19世紀の終わりにかけてパリに住み、1896年にはその地で将来の伴侶に出会っている。そして1899年にこの曲を作曲したのである。約22分フルート3、オーボエ3、イングリッシュホルン1、クラリネット3、バスクラリネット1、ファゴット3、コントラファゴット1、 ホルン6、トランペット3、テナートロンボーン3、チューバ1、ハープ2、ティンパニ2に、大太鼓、シンバル、グロッケンシュピール、カスタネット、トライアングル、タンバリン、言語部この曲のスケッチに、ディーリアスは、不思議な街、喜びの街、芸の音楽と踊りなどの印象を書き入れている。これらの印象は、音楽の中に、時に繊細で時に、大胆な筆致により描かれている。 緩やかな曲の開始は、不思議な街の印象を反映したものである。続く部分は、パリの人々の急展開に満ちた夜の情景であるが、これは、愛の営みを示すと思われる豪華で美しい、パッセージによって遮られる。再び、カフェとミュージックホールからの音楽が聞こえ始め、やがてゆっくりとした夜明けと、新しい1日の始まりで目覚めた街路の音が、聞こえてくる。 夜の終わりとともに曲は幕を閉じる。全体としては緩やかな大声ボの旋律に終始する作品で街路の物売りの声によって大声ボの旋律が途中で何度か区切られている。バイロン・アダムスはこの曲の形式に対してリヒャルト・シュトラウスからの影響を指摘している。アンソニー・ペインはパリの入り混じった性格を次のように表現している。 この曲が初期の終わりを告げるもので、次に訪れる瞑想的美しさを持つ時期への推移を予感させており、またディーリアスのその時期までの最良の作品であるが、同時に曲には彼の傑作に見られるような熱烈な取り組み、具合が見られない。対照的にヒューバート・ホスはこの曲をディーリアスの後期傑作群の最初の一曲に位置づけている。ありがとうございます。